と行きましょう。だからさあ、お宝、今度の宝は何でしょう。トップシン、どのモード。宝の地図を買い、バトルするステージを選ぼう。ステージによって相手チームの強さが変わるぞ。ここではコアバトルにチャレンジできるぞ。ライバルのスコアを超えれば山える経験値がアップする。ここではコアバトルにチャレンジできるぞ。ライバルのスコアを超えればもらえる経験値がアップするぞ。ここではコアバトルにチャレンジできるぞ。ライバルのスコアを超えればもらえる経験値がアップするぞ。山よ山。ここじゃ。違うね。もっとない山、川が。違う。これ違うよ。ここではコアバトルにチャレンジできるぞ。ライバルのスコアを超えればもらえる経験値がアップするぞ。川があるけど。川がもっとない、こっち。ハンターになっている弱いボスが登場するステージだ。身の全力をぶつけよう。ここでは、ここじゃ、ここじゃ、ここ。まあいい。弱いボスが登場する、ここでは。コアバトルにチャレ、ここではコアバトルに相手のチームが現れたぞ。メダルが良かったけどね。君が乗る相棒ゾイドをスキャンしよう。矢印の場所に異次元コードをかざそう。カードがない時は青ボタンを押そう。絆レスキャン完了。1体目のスキャン完了。
シュワード確定。レーダーを使うぞ。レバーを上下させて発掘するポイントを選択しよう。レーダーを回して上がる。お？スーパーレア発掘。すごいぞ。超レアなゾイドを発掘したぞ。今回は特別にこのカードを追加するぞ。復元するカードを。カードを復元中だ。ちょっと待っててくれ。何が悪い？コインを入れよう。やめるときは青ボタンを押そう。続けて発掘するときはコインを入れよう。やめるときは青ボタンを押そう。続けて発掘するときはコインを入れよう。やめるときは青ボタンを押そう。待ってみて。続けて発掘するときは忘れ物に注意しよう。